さあまだ優勝の可能性は残っています。今試合が開始しました。 5-4-1 のフォーメーションです。出した、壁を使う、さあクロスを入れてくるか、来た、早くも先制点を挙げた。前半まだ始まったところ、ゴール中央へ鮮やかに決めました。グランダー気味のボールでしたがよく蹴り込めましたね。いやね、1点入りましたけどもね、ちょっと苦しいですね。もう点を挙げることはできません。追加点が欲しいところ、ここでカット、さあ先制点のチャンスになるか、キーパーいい判断でしたね。一度下げます、ペーペー入れば勝ち、シュート、ポストスレスレをかすめていった。さあ展開が早くなる、決勝点のチャンス、見事勝利を収めました。ああ大きくそれました。さあこの位置からフリーキックです。おっとこのボールはパスミスとなります。この大きなパスは、さあこっからだ、スライディングタックル、さあここに出てきたぞ、ミドルシュート、いい飛び出しでしたよ。フリーキックです。中西さん激しくなってきましたね。ペーページョルジーニョ、カウンターで来る、ちょっとパスが長すぎました。味方を探している、どうだ、しかしいいコースのシュートでしたね。高さのあるボール、右に開いて、大きくゴールを外れていきました。キーパーいい判断でしたね。まもなく前半も30分が経過します。うまくトラップ、ラシャンブル、ゴール前守備を固めます。これはオフサイドです。さあ速攻、今度はどうだ、しかしまだ得点はありません。
ペーペジョルジーニョ、さあこれからだ、激しいマークを見せます。キーパーよく反応しました。ペーペー、これは繋がらない。キング、積極的に奪いに行きます。ジョルジーニョ、これは左にそれました。前半40分が過ぎました。さあキラーパスを出せるか。さあ狙っていった、右サイドからの攻撃、これは届きません。カウンターチャンス、ゴール前を固めます。さあチャンスになった、先制のチャンスだ、シュートだ。ここで前半戦が終わります。スタンドで見ている私たちにとってはあっという間の前半でしたが、いかがでしたか？ええ、さてそれでは印象を伺っていきたいんですが、さあ準決勝戦開始のホイッスルが今鳴り渡りました。右にエンドを取るのは、おっと一気に来ましたね、細かくステップ、これはつながりません。さあいいボールが出た、左サイドからどうする、シュート、決まった、ここで待望の追加点。後半始まったばかり、ゴールど真ん中へのシュート、これでまた試合の行方が分からなくなりました。いやああいうのをね綺麗に合わせられるとね、見ている人も痺れますよね。こっからですよね、これで先に流れをものにした方が勢いに乗れるんじゃないでしょうかね。さあどう展開する、決まった、1点を返しました。後半開始早々意地の一発、しかし立ち上がりすぐの得点になりましたね。そう、ゴールを決めてビハインドを3点にしました。さあ抜けてきましたね、先制のチャンス、スライディングに行った、ジョルジーニョ、このスルーパス、これは繋がりません。
キング一気に前へ、胸で落とします。ペーペー、これは読まれていたようです。さあ展開が速くなる。センタリングですか。いや、ゴールが見れなかったというのはね、やはりちょっと寂しい気がしますけどね。バーのわずかに上、これはシミュレーションを取ったようですね。自分で持っていく。トラップ。ペーペー。さあどう展開する。右サイドからどうする。狙ってきた。うわー、入った、決まった。敵を突き放す、ゴール。リーグトップまであと1点。ここはうまく決めてきました。いやー、いいシュート。もう点を挙げることはできません。いい位置にいました。キング、勝ちました。チャンスボール。時計は後半の30分を過ぎています。ここで控えの選手がアップを始めました。両チームここでメンバーチェンジとなります。右サイドに開いて、そうですね、キーパーしっかりと掴みます。見せてくれますね。左には、さあ展開が速くなる。タックルに行った。さあ抜け出した。ドリブルで上がっていく。右に開いて、これは上へそれました。右サイドに開いて、シュート。ゴールキックに変わります。ゴール前を狙っています。右サイドからの攻撃、端からチャンスを作る。ディフェンスの裏へボールが抜ける。さあいいボールだ。左サイドから上がっていきます。キーパー抑えました。これは届きません。細かくフェイント、そして今試合終了。準決勝戦は白星を飾れませんでした。そして次は3位決定戦へ進出となります。シュート数では相手を上回っているようですね。まあ後半楽しみですね。実況は私ジョン・カビラでお送りいたしました。皆さんさようなら。ありがとうございました。さようなら。